南向ダムは、長野県駒金市、一級河川、天竜川、水系天竜川に建設されたダム。吉瀬ダム、吉瀬園庭ともいう。高さ7.57メートルの重力式、コンクリートダムで、中部電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、南向井発電所に送水し、最大26,700キロワットの電力を発生する。 天竜川の水資源を活用した水力発電所を建設すべく1926年3月5日に発足した天竜川電力はその先駆けとして大久保発電所の建設工事を同年11月に続いて下流の南向かい発電所の建設工事を1927年7月に着工。南向かい発電所の工事用電力を確保するため、 先んじた建設が進められていた大久保発電所が1927年9月に完成し、南向かい発電所に至る22キロボルトの送電線が付設されると、これを機に南向かい発電所の建設工事が本格着手となった。上稲郡中沢村吉瀬に天竜川をせき止める南向かいダムを建設し、下流の発電所まで長さ11.732キロメートルの水路が、 開削された。水路の長さが当初の計画よりも1305メートル長く取られた。ことで有効落差が3メートル増え、それに伴って出力規模も21300キロワットから24100キロワットに拡大されている。発電用水車はスウェーデンのボービング製、発電機はイギリスのブラウンボベリ製で、当時世界最高水準の技術が投入された。 1929年1月に主要工事が完了。同年2月に送電線が完成したことで、南向か発電所は運転を開始した。南向か発電所から伸びる送電線は大同電力のものであり、南向か発電所154キロボルトもの高い電圧での送電は、その後、大久保発電所ともに矢作水力日本発送電を経て、 中部電力が継承。現在の出力は2 6 7 0 0ットである。稲市中心市街地から、長野県道18号稲田飯田線を南下、久境となっている。火山峠を越えると、駒金市に入り、赤須橋を流れる天竜川沿いを進むと、南向井ダムである。南向井ダム下流に架か,かる吉瀬橋の上からは、南向井ダムの前景を望むことができる。県道を、 さらに南下すると、飯島町を経て中川村に入り、道村の南端に位置する南向い発電所にたどり着く。周辺は港広場として開放されている。中川村では、村営巡回バスを運行しており、JRE 田線、稲大島駅から巡回南回り線に乗車し、発電所前のバス停で下車すぐである。南向い発電所の建設を推進した。 電流側電力の代表取締役、福沢桃介は、南向井発電所の完成を見る前に、在海から退いたため、南向井発電所は、彼が最後に携わった水力発電所となった。方広場には、彼の胸像、福沢桃介先生こと武器像が置かれているが、これは1968年になって復元された、ものである。 はじめ1930年に混流されたものの、戦争のため1944年に供出されてしまったという歴史を持つ。このほか、発電所の完成から70周年を記念して2000年に6月に混流された紙幣や、南向井発電所で1972年から1988年まで使用されてきた発電用水車が展示保存されている。 出力1 6 4 1 2ット、回転速度300ミニッツマイナス1のフランシス、水車で重さは5トンである。建物の髪型、可視段球を上がったところにある水槽の頂上部には、水前、しかもかと書かれたレリーフがある。これは、水力発電で起こした電気が人同じように人々の生活を支える礎となるという意味で、 福沢もモスケ自らが好んで用いていた言葉である。水槽からは基礎山無役の山々と天竜川の流れが一望できる。南無開発電所に関するカテゴリー。ありがとうございます。